さん、こんばんは。ともさん、久しぶりな こんばんは。また来てくれたんだね。好きになってく僕のこと。ともさん、僕も嬉しいよ。なんて言ったらわからないけど、じわじわ来るね。大丈夫。もう夜中だから、お母さんは寝てるよ。グレープさん、こんばんは。アルパカさん、いらっしゃい。僕は学生だからそんなにお金稼いでないよ。まだアルバイトはしていないんだ。でも、やっぱりベルギーに行く。ベルギーにどうしても行きたいから、専門学校が終わったら、いや、専門学校に行きながらアルバイトをする予定だよ。どんなアルバイトがおすすめとか、もしよかったら教えて。のりこ、ごめん、のりこさん、こんばんは。マクドナルドのアルバイトはいいの？スーパーのレジ。マクドナルドはアルバイトはどうしていいの？そうだね。僕がよく見る YouTuber のヒカキンさんも昔はスーパーのレジでアルバイトをしていたみたいだね。そうなんだ。マクドナルドのアルバイトは部活みたいなんだね。
つまみ食いできるかな。みんなにお願いがあるんだ。なんか僕は生放送始めて1週間だからあんまりよくわからないんだけど、すごく怖いコメントを書く人もいるみたいなんだ。その時はみんな守ってね。僕にもできるかな。でも僕嬉しいな。だってここには悪いコメントを書く人なんて一人もいないから。ありがとうのりこさん、すごいハートありがとう。もしかしたらともさんと前世で会ってるのかもしれないね。閲覧があんまり増えないな。どんどんかそっていくね。でもいいんだ、気にしない。ワッフルの他に好きなスイーツはある？大福。そうだね、トンさんとそうだといいな。父さんが言ってた、福神漬けは福の神様の漬物だからたくさん食べなさいって。食べれば食べるほど福が来るんだよ。だから僕の家にある福神漬けの漬物の中には多分神様が使ってるんだと僕は思う。僕の家の福神漬けのタレには神様がいるんだよ。そうだね、のりこさん、きっとそうだと思う。そうだね、お風呂だね。マチルダさん、真っ赤だね。はじめまして、マチルダさん。もしよかったら一緒に過ごしていらっしゃい。
幸せだな。お姉さんに囲まれて。アモアモちゃん、来てくれたんだね。いらっしゃい。うん、のりこさん、僕も寝れないんだ。寝れるまで付き合ってくれる？僕も嬉しいよ。変な質問してもいいかな？ダンスはそんなに得意じゃないよ。僕も新八丁さんみたいに踊れるようになれたらいいな。あ、そうだ。あとトムソーヤ池上さんみたいにいつか外配信をするんだ。そうだ、のりこさん、トムソーヤ池上さんもマクドナルドでアルバイトをしていたみたいだよ。僕もできるかもしれない。憧れのトムソーヤさんがやっていたアルバイトなら僕頑張れるかもしれない。早くトムソーヤ池上さんみたいになりたいな。そうなんだ。トムソーヤさんはすごく有名だから、多分いたずら電話がいっぱい来てしまったんだね。でもトムソーヤ池上さんはそんなのでは負けない。僕はトムソーヤさんについていくんだ。男の子としてトムソーヤさんにいつか会うんだ。アモアモちゃん、どうしたの？なんで笑ってるの？のりこさんにそんなこと言われると僕照れちゃうよ。ありがとう。でも可愛いって普通女の子に言う言葉だと思うよ。ショタコンなんだ。のりこさん、ショタコンってどういう意味なの？もしよかったら教えて。Thank you.
若いエキスが好きなんです。福神漬けのタレ飲む。そうだね。うん。ともさんにもいつか飲んでもらいたい。卵かけご飯に僕の家の秘伝のタレを入れるとすごく美味しいんだよ。寺の鐘をついたことある？ううん。マチルダさん、まだ一回もない。マチルダさんは、寺の鐘をついたことはあるの？煩悩の数が減らなくて困っているの。煩悩に悩まされてるマチルダさんも素敵だよ。のりこさん、胸の鐘が鳴ってしまう。どういう意味？矢野ラッキーさん、和骨。来てくれたんだね。ありがとう。のりこさんは今誰かに恋してるんだね。最近寒いからみんな風邪ひかないでね。長いマフラーでつながりたい。好きな人と結ばれるといいね。のりこさん、一つだけいいかな。発想が昭和だよ。
手編みのマフラーもらったことないけど、もらったら嬉しいよ。だって手編みのマフラーってすごく作るのに時間がかかるんでしょ。そうそう、時間がかかると言ったら僕の家の福神漬けも意外と商品化されるまで時間がかかるんだ。ごめんなさい、矢野ラッキーさん。何を言ってるのか、わからないよ。僕、バカだから。そう、父さんが作る福神漬けは、すごく愛情がこもってるんだ。こんなに夜遅いのに、こんなにたくさんのコメントで、僕、嬉しいよ。みんな、ありがとう。和田くんはお父さんを尊敬しているんだね。でも、2年前に喧嘩をしてから、父さんとは、一回も話していないんだ。父さんは僕がパティシエになることを反対しているみたいなんだ。アモアモちゃんさん、今映ってるのは僕が16歳の頃だよ。去年の夏。太陽が眩しすぎて白飛びしちゃったんだ。矢野ラッキーさん、ここにいるよ。そうかな。よく子供っぽいって言われちゃうから、嬉しいな。ピアスは左耳しか開けていないんだ。今引き出しの中にもう一個ピアスがあるんだけど、もし恋人ができたら一緒に同じのをつけたくて。
でもまだ誰もいないんだけどね。みんな、同時閲覧数が30人を超えたよ。ありがとう。ともさん、ベルギーに行くのは本気で考えてるんだ。恋人を作りに行くんじゃないんだよ。僕は日本に本物のベルギーワッフルを持ってくるためにベルギーに行くんだ。秘密。童貞なんかじゃないよ。ともさん、それも秘密。もちさん、また来てくれたんだね。来てくれてありがとう。キスしたことある？キスぐらいあるよ。もちさん、でも今日は少しナーバスなんだ。ねえみんな、僕ベルギーに行けるよね。絶対にベルギーに行きたい。大丈夫かな。僕、パティシエになれるかな？実は、今日寝れないのには理由があるんだ。2チャンネルのベルギーワッフル板ですごく叩かれたんだ。だから、すごくナーバスになっていて。ワッフルとか草って書かれちゃったんだ。福神漬け屋の息子わらって。うん、もう見ないようにするよ、のりこさん。実は僕が作った、今日夕方作ったワッフルを2チャンネルのみんなに見てもらおうと思って画像をアップロードしたんだ。うまく作れなくてすごくバカにされて悔しくて。
でもみんなのコメントを読んでたら、なんか元気が出てきたよ。本当にありがとう。アリアナさん、来てくれたんだね。ありがとう。カパッチさん、いらっしゃい。そのシリーズ、割と好き。僕も大好きだよ。ワド君の幸せは2チャンネルにはないから頑張って。うん、僕はベルギーに行くよ。ビジネスクラスに乗って行くよ。うわ、すごい。アリアナさん、風船ありがとう。そうだね、のりこさんの言う通り、調理師の専門学校に行ったら、いろいろ勉強するつもりだよ。うわ、すごい。この花火に乗って僕はベルギーに行くよ。もつさん、花火、ありがとう。冬の空に綺麗な花火が咲いたね。うわぁ、みんな、本当にありがとう。ハート5個、のりこさんから、受け取ったよ。うん。今日で、2回目の放送だけど、だいぶ慣れた。みんなのおかげだよ。僕は今17歳だから、学校に行くのが僕の仕事だよ。学校はとっても楽しいよ、もつさん。今はどんな髪型？今写っている写真と同じ髪型だよ。カルンさん、来てくれたんだね。ありがとう。ワド君、渡したいものがあるんだけど、受け取ってくれるかな。楽しみに待ってるね。カルンさん、ありがとう。一体どんなものをプレゼントしてくれるんだろう。
嬉しいな。カルンさん、ありがとう。花火、ありがとう。ありがとう。今日はたくさん花火もらえて嬉しいな。いつかカルンさんにも僕が作る本場のベルギーワッフルを食べてもらうね。ワードくん、年明けに約束のブレス送るわ。うん。矢野ラッキーさん、ありがとう。のりこさん、ワードくんにクリスマスプレゼントあげたいから LINE 教えて。ごめんなさい、のりこさん。LINE はやってないんだ。LINE は、やってないんだ。送る先は、矢野ラッキーさん、LINE ちょうだい。後で住所送るね。間違えた。ツイッターの DM に送って。ワドくん、今どんな服着てるの？カルンさん、恥ずかしくて言えないよ。でも、今日は特別に言うね。ガルフィーのジャージだよ。のりこさん、DM 待ってるね。僕の地元では今、ガルフィーが流行ってるんだよ。どんな服がみんなの好みなの？あ、ガルフィーだけじゃなくて、駅前にはビーボイファッションした先輩がたくさんいるよ。みんなでラップをやってる。フリースタイルっていうらしいよ。駅前のロータリーのシャッターの降りたパン屋さんの前でラジカセを置いてフリースタイルをやっているんだよ。ガルフィーを着てるとラップはやっちゃいけないってこの前怒られた。でももう一人の先輩があんまりディスるなって言って僕のことをフォローしてくれたんだ。でも先輩が言うにはディスはリスペクトから来るんだって。何を言ってるか全然わからなかった。そういえば先輩、
ジブラレペゼンってずっと言ってたな。僕は17歳だよ。タバコは吸ってないよ。アグリン、また来てくれたんだね。いらっしゃい。ちょっとよく意味がわからなかったんだ。ジブラ、レペゼンって先輩ずっと言ってたよ。リズムに乗って何度も言ってたよ。犬は大好きだよ。先輩は配信とかはやらないみたい。でもどうなんだろう。やっているのかもしれない。学校は共学だよ。アグリン、ありがとう。僕も年上のお姉さんが大好きだよ。同級生の女の子とは話があまり合わないんだ。ともさん、秘密。うわぁ、すごーい。うわぁ。もつさん、風船ありがとう。カルンさん、僕は恋愛に年齢なんて関係ないと思ってるよ。でも、実は芸能界ですごくタイプだった女の人がいたんだけど、残念ながら、すごく綺麗な人なんだけど、今日亡くなってしまったんだ。ご冥福をお祈りします。うわ、アグリンさん、メガホンありがとう。なんでなんだろう。僕の放送、女性ばっかりだね。でも、女の人に囲まれてるから。なんだか、ハーレムみたいだ。きっとここにいるお姉さんたちは、
OL さんとかなんだね。カルンさんありがとう。たくさんの風船ありがとう。ワド君、いつかきっと役立つから。恥ずかしくて読めないよ。バルーンありがとう。ミコトさん、こんばんは。みんなは働いていないの？ワドくんが好きだった。サチオがわからなくて、ググったら。モスさん、そうなんだ。ググってくれたんだね。ヤノラッキーさん、了解。体型に好みはあまりないよ。素敵な人だったらいいな。うん、身長もあまり気にしない。ワド君と名前が似てる人がいるの。イケメンのヒゲ男子なんだよ。僕はヒゲは生えてないよ。昨日ファンからの入金はあったの？月曜日に楽天銀行ドラム支店に100万円を振り込んでくるらしいよ。パンダ柄の犬は好き？101匹ワンちゃんのワンちゃんだよね。うん。明日は学校。休みだよ。嬉しいな。トム・ソーヤ池上さんが、アイラよりも閲覧が上だよ。すごく嬉しい。僕は、あんまりアイラさんの放送が好きじゃないんだ。あの人はいつも、誰かの悪口ばっかり言って、お酒ばっかり飲んで。トム・ソーヤ池上さんはやっぱりすごいや。日曜日の日は何をしているの？本屋さんに行って料理の本を読んでるよ。トム・ソーヤ池上さんは僕の憧れの配信者なんだ。だからあんなに人の悪口ばっかり言ってお酒ばっかり飲んでるアイラさんには負けてほしくないんだ。すごく嬉しい。ごめんなさい、トモさん。でも僕、
アイラさんっていう配信者苦手なんだ。ハズキちゃん、うわーすごい、ハートがいっぱいでとっても綺麗だな。ハズキちゃん本当にありがとう。そのハズキちゃんの花火で僕はベルギーに行くよ。うわぁ、つばすちゃんもメガホン100個もくれるんだね。本当にありがとう。嬉しいな、こんなに綺麗な女性に囲まれて。みんな本当にありがとう。きっとトムソーや池上さんはモテるんだろうな。あんなにかっこいい人ありがとう、葉月ちゃん。こんなにたくさん花火をくれて本当にありがとう。ベルギーへ行くんだ。トム・ソーヤ池上さんには僕がベルギーに行って日本で初めて本物のベルギーワッフルを、ふわふわのふわふわのベルギーワッフルを池上さんに食べてもらうんだ。トム・ソーヤさんのどこが好きなの？うわぁ、翼さん、ハート10個もくれるんだね。ありがとう。トムソーヤさんはすごくかっこいいんだ。僕が落ち込んでいた時コメントをたくさん読んでくれたんだ。あんなに優しい人出会ったことがなかったから、僕はいつかトムソーヤさんに会いに行くんだ。トムソーヤ池上さんのサムネイルをワッフルで夜勤を入れて届けるんだ。でもパティシエの世界はそんなに甘くないんだ。僕は世界一のパティシエになるために本場ベルギーに行って本物のふわふわのベルギーワッフルを日本に持って帰る。ただそれだとベルギーの人には評価されないと思っている。僕の家は300年続く福神漬け屋の老舗なんだけど、僕は本場ベルギーのワッフルを超えるにはこれしかないと思っているんだ。ワッフルの中に福神漬けを練り込み焼き上げる、もしくは我が家に継ぎ足しで代々300年間継ぎ足された秘伝のタレの中に焼きたての僕が本場ベルギーで覚えた焼きたてのふわふわのワッフルを福神漬けのタレの中に漬け込む。僕はそれで世界一のパティシエになろうと思ってるよ。イムタさん、いらっしゃい。日本の和菓子職人は実はすごく腕がいいらしい。海外にはない発想力が東洋人にはある。僕は日本人として西洋の技術を学び、本場のベルギーワッフルを進化させるんだよ。
うわぁ、すごい。メガホン100個、翼さん、ありがとう。お邪魔しますなんてとんでもないです、今田さん。来てくれて本当にありがとう。福神漬けにつける発想はなかった。僕は伝統を重んじる方なんだ。僕の家は300年続く福神漬け屋さんの息子なんだ。父さんは家を継げと言うけど、副社長の福岡さんが継ぐのがいいと思っている。福岡さんはすごく信頼できる人だ。僕はパティシエになるんだよ。ベルギーワッフル以外興味ないの。僕は日本でまずワッフル屋さんを成功させたら、その後は別のことをやろうと思っているよ。そうだね。トッピングをするっていうアイディアもとっても素敵だね。福神漬けは子供の頃から食べているよ。だから小学生の時いじめられてしまったんだ。同級生から、お前が近くにいるとカレーライスが食べたくなるとか、そんなひどいことを言われた。小学生の時僕はすごく傷ついた。パウンドケーキも美味しいよね。辛かった。でも父さんが言ったんだ。いいか、ワード。世の中には本物の福神漬けと偽物の福神漬けがある。僕は泣きながら父さんの目を見た。お前は本物の福神漬けだけを食べてきたはずだ。だからお前は偽物になるはずない。父さんの目を見ろ。父さんは本物の福神漬けを300年も代々作ってきた。父さんの父さんも、父さんの父さん、そして父さんの父さんの父さんも福神漬けを作ってきた。だからお前は大丈夫だ。正直父さんが何を言ってるのか全然わからなかった。だから僕はパティシエになろうと思ったんだ。うわ、矢野ラッキーさん、ハートありがとう。タバコは吸っていないよ。なんか怖いコメントだな。あんまり怖いこと書かないで。ともさん、ハート、ありがとう。何度もあるよ。何度もあるよ。でも、僕は、福神漬けの呪縛から逃れることはできない。受け入れることにしたんだ。わからない。2チャンネルのベルギーワッフル板から、奴らが来たのかもしれない。うわ、アマモさん。メガホンありがとう。
和田くんはスイーツが似合うね。ありがとう、のりこさん。チャムさんいらっしゃい。サングラスがとっても素敵だね。楽しんでいってね。ああ、ごめんなさい。兄ちゃんのベルギーワッフル板のアンチじゃないんだ。勘違いしてしまった。実は今日、すごく落ち込むことがあったんです。僕が一生懸命作った、夕方に一生懸命練り込んで焼き上げたワッフル、兄ちゃんネルのベルギーワッフル板で、ぐっそ笑ったって書かれて、落ち込んでいたんです。それで寝れなくて。ごめんなさい。謝ります。ありがとう、もちさん。うん、風船までつけてくれたんだね。その風船に乗って、僕はベルギーに行くよ。うん、2チャンネルにはベルギーワッフル板。本物のパティシエが集う、本物の板があるんだよ。そこでは、本物のベルギーワッフルについて熱く議論が交わされているんだ。道玄坂にある有名なパティシエもベルギーワッフル板に書き込んでいる。そう書いてあったから僕は負けてられないと思ってつい僕の作ったベルギーワッフルをアップロードしてしまったんだ。ソソさん、いらっしゃい。ソソさんもお店をやっているんだよね。ソソさん、僕もいつかパティシエになって負けないように頑張るね。福神漬けを入れたのは失敗だったのかもしれない。でも僕は負けない。なんだろう。パティシエの人がすごく集まってきてる。負けないぞ。今はラーメン屋さんを経営しているんだ。ソソさんはすごいな。ラーメンも作れてケーキも焼ける、そんな男なんだね。確かにチャーシューの作り方とケーキの焼き方はすごく近いものがあると僕も思っていたんだ。近所のラーメン屋さんに行った時にあのお店のマスターの目を見たとき、チャーシューを取り出すときの目はケーキを焼き上げたときの目とそっくりだった。料理は奥が深いな。のりこさんもパンケーキ作るの得意なんだね。どんなケーキを作るのが得意なんだろう。あ、パンケーキって書いてあったや。こんばんは、結果さん。
キャス主さんの真似。僕はキャスは見ないよ。僕はふわっちのトム・ソーヤ池上さんみたいになりたくて生主になったんだ。だからキャス主は大嫌いなんだ。泣いてないよ。トム・ソーヤさんはすごくいい人だよ。トム・ソーヤさんのすべてを尊敬しているんだよ。のりこさん、おたふくソースで食べるパンケーキなんだね。おいしそう。ボケにボケかぶせんのやめたほうがいいよ、のんちゃん。ただいま。トム・ソーヤさんのやることはすべてかっこいいと思うよ。月曜日からまた学校だ。憂鬱だな。実は同級生にすごく嫌なやつがいるんだ。トム・ソーヤさんのメガネが知的。そうだね。インテリジェンスだよね。ワド君は大きな家に住んでそうだよね。そうだね。田舎の方だからすごく大きいよ。庭も広いんだ。駅前のロータリーでは先輩がいつもラップバトルをしてるよ。B-boyファッションをしてラップをしてるよ。お香を焚いてるんだ。僕はアロマよりもお香の匂いが好きなんだ。先輩はいつも僕にもラップさせてくださいって言うと、お前にはまだ早い。そう言って追い返されちゃうんだ。すごく怒られるけど、リズムに乗ってすごく怒られるんだ。でもあんまり何を言っているのかよくわからなくて、聞き取れるのはジブラレペゼンだけだった。一体どういう意味なんだろう。風船ありがとう。お子好きだよ。駅前のドンキホーテにたくさん売っているんだ。うん。B-boyファッションじゃないと、ラップをしたらダメらしい。この前、ガルフィーのジャージを着て行ったんだけれども、それじゃあダメだ。バンダナを巻いてこいって言って、先輩に怒られた。バンダナを巻いて行ったら、今度は、キャップをかぶってこいって。僕はどうやら、ラップが向いてないみたいだ。
翼さん、おやすみなさい。ありがとう。パフェありがとう。こんなパフェが作れるように、早くパティシエになるね。ゆっくり寝てね。おやすみ。実は僕、月曜日また軽音楽部の朝練があって、大変なんだよね。みんなは、僕、どんなパートをやってると思う？僕のことを知らないリスナーさんもいるから、僕が学校の部活で軽音楽部をやってるのを聞くの、初めての人もいるよね。コピーバンドをやってるんだよ。軽音楽部にはトライアングルはないよ。実は僕、コピーバンドをやっているんだけど、ギターボーカルなんだ。今はギターを持っていないから歌えないよ。ごめんね。でもいつか僕のコピーバンドの曲が弾けるようになったら、のりこさんに聴いてもらいたいな、あの曲を。どんな曲をコピーしてるの？うん、実は僕のバンドは先輩とは違うパターンで行こうと思って三人で話し合ったんだ。僕の学年には三人しかいないんだ。でも三人とも俺がボーカルをやりたい、いや俺がボーカルをやりたいって言っていて、僕もそこは譲るわけにはいかなかったからアルフィーをやることにしたんだ。今は三人で仲良くギターボーカルをやっているよ。ルサルクさん、いらっしゃい。ワードです。楽しんでいってね。ちなみに僕は高見沢さんのポジションなんだよ。ありがとう。僕は17歳だからお酒はまだ飲めないんだ。ルサルクさん、酔っ払ってないよ。17歳、高校2年生。そして将来の夢は本場ベルギーに行って日本に本物のベルギーワッフルを持って帰ってくる。そう、僕の夢はパティシエなんだ。フィッチェとか着ないの？うん。僕の地元ではフィッチェっていうブランドはないよ。ドン・キホーテとジーンズメイトならあるかな。Thank you.
ああ、ドン小西さんはテレビで見たことがある。すごくおしゃれだよね。ライトオンは隣町に行かないとないんだ。ユニクロもない。隣町に行くのに、そうだな。電車で25分かかるね。本当に、モスさん。じゃあ、いつか、モスさんのフィッチェを一緒に来て、ベルギーに一緒に行くような、そんな感じがいいね。マイ姉さん、いらっしゃい、こんばんは。ワード、17歳、軽音楽部です。島村はあるよ。おしゃれな女の子は島村で、いつもファッションチェックをしてるよ。イムタさん、とんでもない。こちらこそ、ありがとう。ジュンちゃん、初見です。イケボですね。そんなことないよ。ありがとう。フィッチは、北野武さんが、その昔着ていた。すごい。世界の北野。僕も、世界のワードって呼ばれたいな。特命さん、花火ありがとう。きっと、ベルギーにもその花火、届いてるといいな。ジーンズメイトは本物のおしゃれができる。ジーンズメイトに売ってるリーで買ったリーっていうブランドのジーパンを履いてるよ。リーを着てると僕の地元ではモテるんだ。6800円もするんだよ。マイ姉さん、初見さん、ありがとう。僕は本場ベルギーに行くためにみんなに今アドバイスをもらっていたんだ。部活は何かやっているんですか？うん。部活は、実は月曜日、また朝練があるんだけど、部活は、軽音楽部で、ギターボーカルをやっているよ。三人で、同級生が三人で、同じ学年三人しかいないんだけど、みんなボーカルをやりたい、ボーカルをやりたいって言うから、今はコピーバンドで、ジ・アルフィーをコピーしてるよ。僕は、高見沢のポジションだよ。なかなか三人ともハモれなくて苦労しているんだ。バンドをやってるとモテる。そうだね。よく女の子が部室の横のところで覗いてみてる。きっと歌が好きなんだろうね。休日も練習ですか。僕の夢はパティシエになることなんだ。だから休日はパティシエの勉強をしているよ。図書館に行って料理の勉強をしている。ごめんなさい。あんまりこんなにコメントが来たことないから読み飛ばしちゃった。ソソさん、怒らないで。
可愛いって普通女の子に言うんだよ。得意な料理は何でしょうか？そうですね。僕が得意な料理は、秘密。マルーンさん、はあ、すごい。ハートをたくさんありがとう。こんばんは。赤ワインが夕日に照らされていて、とっても素敵ですね。怒らないで、モスさん。全部のコメント読むよ。そうだ、僕はトム・ソーヤ池上さんみたいになるんだ。ありがとう、モチさん。初心、忘れず、べからず。今日は、舌が回らないわ。うわぁ、もつさん、ありがとう。頑張るよ。頑張るよ。ワド、頑張るよ。ありがとう。花火、たくさん、ありがとう。マルーンさん、イケボ癒されます。フォローします。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしく。ハートもありがとう。宿題はないの？実は、明日、やらないといけない宿題があるんだ。数学のサイン、コサイン、タンジェントを覚えないといけないんだ。のりこさんもハートありがとう。うん。明日は日曜日だから学校が休み。今日は遅くまで放送できるんだ。ワドさんは動画配信はしないんですか？恥ずかしくてできないよ。うわぁ、こんなにたくさん匿名さん。本当にありがとう。花火ありがとう。わぁ、ゆうたんさんもメガホンをくれるんだね。ありがとう。うん。三角関数を覚えないと、本物のワッフルを作ることはできない。僕はそう思っているよ。ワッフルのあの形は三角関数から来てると僕は思っているんだ。結果さん、実は僕勉強得意なんだよ。ああ、とっても残念だな。トム・ソーヤ池上さんの放送が終わった。今日は見るものがないや。サイン、コサイン、タンジェントが関係していると僕は思っているよ、トムさん。きっとかっこいいんでしょうね。ベルギーに行くなんて頭も良くて尊敬します。でもその前に、調理師学校に行って、調理師免許を取らないといけないんだ。パティシエになるまでの道のりはすごく長い。そうなんだね、純ちゃん。きっとその人は、あんまり勉強をしてこなかった人なんだと思うよ。
ワッフルは実は縁じゃない。僕はそう思っている。ベルギーワッフルは宇宙そのものなんだ。僕のワッフルでトモさんを宇宙に連れて行くよ。学校で好きな人はいますか？じゅんちゃんさん、秘密です。学生で大きい夢もあってしっかりしていて尊敬します。早く大人になって立派なパティシエになりたいです。うん、じゅんちゃん、設定が固まってきたらいつか言うね。モツさん、人を欺くのはダメなんだよ。僕はみんなと向き合って、いつかトムソーヤ池上さんみたいになるから。気にしなくていいんだよ。コメントは自由に書いて。ごめん、僕滑舌が悪くて。明日宿題やるときは徹底的に頑張るぞって言いたかったんだ。よーし、徹底的にやるぞ。トムソーヤさんは僕の憧れ、そして全人類の希望。イラストじゃないよ、マルーンさん。僕の写真だよ。1年前に撮った僕の写真。後ろの太陽が眩しくて画面が白飛びしちゃったんだ。マルーンさん、ありがとう。ハートたくさんありがとう。そうなんだ。僕の部屋の隣にトイレがあるから、きっと多分母さんが起きたんだと思う。でも大丈夫、僕の声は他の部屋には漏れないようになってるから。
コラボとか、とつまきとかはしないの？僕は喋るのが苦手な方だから、とつまきとかをすると、緊張するから、やめておくよ。ワドくんお風呂なんだ。この後も配信あるの？今日はもうお風呂に入ったよ。だから、このまま配信するよ。母さんは昼間、夕飯の支度をしていたから、銭湯には行っていないよ。母さんは結構忙しいんだ。わあ、あまおもちゃん。メガホン30個も、本当に、ありがとう。母さんは、明日の朝の店の仕込みがあるから、早くに寝たよ。だいたいいつも夕方6時には寝るんだ。そう。母さんと父さん二人で作って、店頭には副社長が、なら、副社長がいるんだよ。福神漬けの朝は早い。それが我が家の家訓だ。そう、母さんは夜中の3時ぐらいにいつも起きてしまうんだ。今日はまだ配信しますか？和道さんの声を聞きながら寝たいです。マルーンさん、最後までゆっくりしていってね。まだ配信するよ。豆腐屋さんも朝早いね。マルーンさん、ハートたくさん、ありがとう。母さん、ビットコインの値がどんどん下がってます。ビットコインってニュースでやってるやつだよね。なんか、すごくお金持ちが増えてるって、夕方のニュースでやってたよ。でも、と
没末とかはやった方がいいのかな。やっぱりトム・ソーヤ池上さんの放送を見ていたら、コラボ突末とかコラボとかいっぱいやってる。みんなはどう思う？キャベさん、初見さんだ。いらっしゃい。まだ寝れないよ。アグリンさん、まだ寝れないの？僕もだよ。今日はこのまま聞いて寝たいわ。飛んでけ、ベルギーへ。今日は寝れない人が多いね。トム・ソーヤさんに突をするのは緊張するよ。お姉さんじゃなくてもいいですか？大丈夫です。大歓迎ですよ。楽しんでいってください。トム・ソーヤさんは別格。配信者の中の配信者だと思っているよ。わあ、すごい。矢野ラッキーさん、ハートありがとう。うわぁ、じゅんちゃんさんまで。今日はたくさんアイテムもらえて、すごく嬉しいな。じゅんちゃんさん、バーガーをプレゼント、本当に、ありがとう。すごいね。嬉しいな。アイテムって、お金になるんですか？キャベさん、その通りです。僕は、パティシエになるのが夢なんだけど、いつか本場ベルギーに行って、日本に本物のベルギーワッフル屋さんを作るのが僕の夢。みんな、僕がベルギーに行くのを応援してくれているんだよ。みんな、本当にありがとう。ふわ、ふわのワッフルを、いつか食べさせたいな。キャベさん、ありがとうございます。うん、留学するんだ。お金もらってるわけだから、そりゃ嬉しいね。うん、みんな僕のことを応援してくれているんだ。タケコプターがあればベルギーに行けるのに。そうだね。僕も子供の頃ドラえもん大好きだったよ。マルーンさん、そうです。僕が学校を卒業した後、調理師免許を取って、その後に、ベルギーに行こうと思ってます。ありがとう、モスさん。フォロワーランキング、1位になるぞ。風船ありがとう。一人で留学するの？母さんと父さんは300年代々続いている福神漬け屋さんを守らないといけない。だから僕は一人っ子だから、一人でベルギーに行こうと思っているよ。
マルンさん、ハートありがとう。ワド君、ベルギーに行ったら音楽はやめるの？うん。ベルギーに行ったら音楽はやめるよ。僕は普通に喋ってますよ、キャベさん。でも、日本でお店を開いたときに、店の BGM は深夜っちょの音楽を流そうと思ってるよ。喋り方普通です。ありがとうございます。僕、子供の頃からこんな喋り方なんです。ごめんなさい。これ以外の喋り方できないです。難しいな。今喋ってる以外の喋り方を、できないよ。新八丁さんはダンスもできて、歌を歌うことができて、本当にかっこいいな。ネイちゃんさん、ワドツです。こんばんは。ワド、17歳です。ネイちゃんさんも寝れなかったんですか？もしよかったら、寝れるまで一緒にいましょう。リアトツアーしたことあるの？ともさん、まだ一回もリアトツアーしたことないです。今日2回目ですけど、この間お邪魔した時と同じ話し方です。イケボ大好きです。マルーンさん、本当にありがとう。多分、隣の部屋で寝てる母さんだと思う。母さん、今、風邪をこじらしているんだ。うん。母さんが、咳き込んでいるみたい。母さん体調悪いみたいなんだ。
母さん辛そう。母さんは朝から晩まで働いているから、早く母さんを楽にしてあげたいな。頑張るぞ。ごめん、母さんの様子を見てきた。ただいま。母さん、大丈夫だよって言ってた。母さん大丈夫かな？もう一回母さんの様子を見てくるよ。待っててね。母さん大丈夫みたいだ。うん、ありがとう、マルーンさん。そうなんだ。福神漬けを食べる人が年々減っていってるんだ。福神漬けの需要がどんどんなくなっているのは寂しいね。我が家は300年続く福神漬け屋さんの老舗だから、100年後、200年後も僕の家を守らないといけないと、母さんも父さんも必死になって働いている。うん。母さんは大丈夫だって言ってた。大丈夫。添加物を一切使っていない福神漬けだから、手間も暇もかかるけど。でも、本物は、考えすぎたかな。父さんと母さんは大丈夫だと思う。福神漬けって何でできてるの？福神漬けは何でできているのかっていう質問かい？ともさん、ともさんが聞いているのは、福神漬けが何でできているのかっていう質問ということなのかい？僕の解釈が正しければ、ともさんが聞きたいのは、福神漬けが一体何でできているかということだと思うんだけど、わからないや。我が家のワッフルの添加物は使用してる？そうだね。最近コンビニエンスストアで売られているワッフルは添加物をたくさん使用しているんだよ。日本の伝統文化は大切ですよね。応援してます。ありがとう。ワド君は青壁で配信しないの？うん。僕は青壁で配信はしないよ。姉ちゃんさん、うわぁ、すごい。今日はすごい。
こんなにたくさんの花火をみんなからもらうことができるなんて。姉ちゃんさん、花火ありがとう。待っててね。お姉さんが温かいココアを入れてあげるから。うん。ありがとう。姉ちゃんさんのココア、飲みたいな。福神漬けの材料は何なの？ともさん。ともさんが聞きたいのは、福神漬けの材料を知りたいということなんだね。今、一生懸命ともさんが言いたいことを考えてるよ。ともさんが本当に聞きたいこと、僕、一生懸命考えてるからね。その答えは、明日までに用意しておく。だから、明日も放送に来てね。ヒントは野菜。父さんがいつも言ってた。本物の福神漬けを作りたかったら焦るなって。僕はそんな父さんの考え方嫌いじゃないんだ。怒りっぽくて頑固なところがあるけど、そういう父さんが好きなんだ。職人さんかっこいいですね。うん。頑固な感じがいいよね。うん。我が家は福神漬け一本でやってきてるよ。他に手を出す人もいるんだけど、それはダメなんだって。父さんはいつも言ってる。福神漬けから逃げるなって。どうやら200年前までは赤くなかったらしい。最初は透明だったんだ。でも、ある日突然、真っ赤に染まったんだよ。なんでかはわからない。その答えを父さんも探してる。昔は透明だったって。なんで赤いんだって、父さんも毎日壺に向かって唱えてるよ。でも、福神漬けの神様にしかそれはわからないって。父さんは死ぬまで追いかけるんだって。子供の頃僕に教えてくれた。オレンジと赤があるよ。だから僕が作るワッフルは真っ赤にしようと思っているんだ。多分僕が考えるに、他の漬物と差別化を図ろうとしたんだと思うんだ。
僕はまだ高校生だからわからないよ。早く大人になりたいな。きっと大人になったら僕が知らないいろんなことが見えてきて、理解してわかるようになると思うんだ。うん、今映ってる僕の顔が2年前、うん、間違えた。1年前の僕の写真だよ。僕のスマートフォンはカメラがついていないから動画は流せないんだ。ごめんね。しっかりしてて大人の男性の雰囲気があります。素敵です。ありがとう。ハートありがとう。少し子供っぽいところがあるからって、母さんが言うから。少しコンプレックスだったんだ。うん、カメラがついてないっていうのは、カメラが壊れてしまったんだ。だから、ごめんなさい。放送は画像だけで放送しているんだ。うん。僕も修理に出した方がいいと前々から思っていたんだ。ともさん、奇遇だね。うん。修理費は高いみたい。でも、カメラの根本が壊れてしまっている場合なんだけれども、カメラ自体を取り替えないといけないわけだから、今、見積もりを出してもらった修理代よりも高くなると思うんだ。福神漬けの画像はないよ。特定されると困るから、秘密。母さん、いらっしゃい。浮気してるのか？ごめんなさい。意味がわからないです。ワッフルの画像は、今日、2チャンネルでクソワロタって言われたから、
見せる自信がないな。特定されたらどうなるんだろう。わからない。でも配信者をやるときは特定されないように配信をやるんだって、トム・ソーヤ、池上さんが言ってたよ。嘘だろ。僕は嘘はついてないよ、ハーさん。うん、僕のことで知りたいことがあったら何でも質問して。いっぱい喋るよ、ジュンちゃん。でも父さんも言ってた。我が家は福神漬け屋一本でここまで来た家だからって、父さんよく笑うんだ。僕、父さんの子供だからそういうところあるのかもしれない。夕飯は何食べたの？夕飯はラザニアを食べたよ。うわ、アモアモちゃん、メガホン30個も本当にありがとう。いつもありがとう。ほんまやめて、気持ち悪い。母さん、何か悪いことをしてしまったんだろうか。何が気持ち悪かったのかな。ごめん。何か気分を害するようなことをしてしまったんだね。本当にごめんなさい。ねえ、夢壊したらごめん。トム・ソーヤ・池上さん、特定されてなかった。そうなんだ。トム・ソーヤさんは特定をされて何度もアルバイトを転々としているんだ。だから僕はそんなトム・ソーヤさんが苦しんでいるところを見て、僕は特定されないように頑張らないとと思って必死にやっているんだよ。トム・ソーヤさんが言ってた、特定は怖いって。うん、トム・ソーヤさんは僕が知らないことをたくさん教えてくれるんだよ。夜空の光殿さん、こんばんは。今来たが笑った。なんで笑ってるの？楽しんでいってね。和田くん、そろそろ福神漬け以外も少し教えてよ。質問をして、なんでもいいよ。僕が喋れることを、もじさんにいっぱいいっぱいたくさん喋るよ。こっちの方がいいぞ。うん。何を言ってるのかわからないや。でも夜空の光さんが笑ってると僕も嬉しい。明日マナだよって言って。うん、明日マナだよ。うん、なんだかよくわからないけれども、とっても受けているみたいだ。嬉しいな。
明日も頑張れそうな気がする。今日はとってもいい日だ。今まで見てきた配信会の人ってどう？とっても個性的な人ばかりで、いろんな刺激をもらうよ。リスペクトは大事だよね。すごく個性的で面白い人がたくさんいるんだ。どれのおじさんは好き？どれの深夜食堂のことだね。あのおじさん、何か心の病を抱えているんだと思うけど、頑張ってほしいな。でも、若い女の子を騙そうとするのはあまり良くないと思うんだ。ありがとう、夜空の光さん。楽しんでくれて本当に嬉しいよ。ありがとう。うん。僕が作るベルギーワッフルで日本中のみんなを幸せにしたいな。うん。同級生のみんな配信はよく見るよ。でも YouTube を見ることが多いね。みんなはじめ社長はじめ社長って言ってるけど、僕はトム・ソーヤ池上さんの方が100倍面白いと思ってるよ。うん。最近はでも忙しくて、あんまりトム・ソーヤ池上さんの放送見れてないんだ。うん。トム・ソーヤさんは配信者の鏡。みんなトム・ソーヤさんみたいなクリーンな配信者になるべきなんだよ。お母さん、早く良くなりますように。うわぁ、すごいなぁ。こんなにたくさんの風船をいただけるなんて。もちさん、風船100個、本当にありがとう。あなたはクリーンじゃないの？僕は、過疎生主だから、クリーンとか、クリーンじゃないとか。そういうレベルじゃないんだ。マルーンさん、トム・ソーヤさん見たことないので今度見てみますね。イケボだといいな。声も素敵だけど、イケメンだよ。
でも僕は一個だけ怖いと思っていることがあるんだ。いつか生放送中に配信者の人から電話がかかってきたら、僕は一体どうすればいいんだっていうのに毎日怯えているんだよ。それが今とっても怖い。有名配信者から凸をかけられるのが怖い。怖い。その時はみんな僕のこと守ってくれるかい？のんさん、いらっしゃい。何してるんですか？今日は学校が休み、明日も学校が休みだから、夜遅くまでみんなにアドバイスをもらっていたんだ。配信者さんとつるんではいないよ。でも、いつそういうことがあるかはわからない。何があるかわからないと思っているんだ。お疲れ様です。アキラさん、アキラさん、いらっしゃい。なかなかいい感じだぞ。ありがとう。頑張るね。ドレさんは格闘技で忙しい人だから、あの人はプロを目指しているんだ。だから、多分今は筋トレをしてるんだと思う。いつも夜中に放送をやっているんだよ。僕は朝方ふわっちのアプリを開くと、いつもドレさんがトップにいる。空気を読まずに。リスナーを固まらせるらしいよ。大丈夫？もしさん、よくわからないや。俺のばあちゃんがワドタンのこと大好きだってさ。嬉しいな。ありがとう、シャム。おばあさんによろしく伝えてください。いつか配信者さんとフットサルとか格闘技するの？僕は顔出し配信はしないようにしているんだ。だからやらないと思うよ。僕みたいなカソナムの主が企画に参加すると多分迷惑をかけてしまうと思うんだ。だから僕はひっそりと過疎生主でやっていこうと思っているよ。でも、有名な、もしその場に憧れのトム・ソーヤさんがいたら、緊張しちゃう。だから、やめておくよ。でも、やっぱり僕からすると、有名な配信者さんは憧れの存在だから。もしかしたら、リスナーとして参加をするかもしれないけど、その時は顔は出さないようにお願いしようと思っているんだ。
そうだね。でも、トム・ソーヤさんがフットサルをやっているところ、僕、見たことあるよ。好きなアイドルはいる？うん。モーニング娘。の後藤真希さんが大好きだよ。ごまきって言うんだ。これは内緒なんだけど、ごまきのアイコラをたくさん持ってるよ。あと、アイドルではないけど、矢田亜希子さんも大好き。そうだね。じゅんちゃんさん、気をつけるよ。確かに、画像をダウンロードしまくると、パケット料金が大変なことになっちゃうって。同級生が言ってた。僕も気をつけないと。ワドさん、イケボなので歌うまそう。うん。僕は軽音楽部だから、歌を歌うよ。カラオケ配信は恥ずかしいからやめておくよ。カラオケでどんな歌を歌うの？うん。ラッドウィプス。モーニンさん、メガホンプレゼント、ありがとう。
そうだね。ある日は、軽音楽部で歌う時しか歌わないな。なんで福神漬けとワッフルが出てきたんだろう。うん。昨日の配信で、なんか、そういう流れになったんだよね。僕も覚えてないや。ねえ、みんなは恋人がいるの？女の子と付き合うってどんな感じなのか教えて。やっぱり告白は男からするのがいいのかな。どんな風に告白するのが女の子が喜ぶんだろう。和田くんリスナーには難しい質問やな。みんなは人のことを好きになったことはある？うん。好きな人がいるわけじゃないんだけど、ちょっと気になったんだ。和田くんが好きだよ。ありがとう。俺もカルンさんのこと好きだよ。多感な年頃だもんね。うん。実は、同級生が、彼女がみんなできてるんだ。今度、下北沢に行くって言ってた。今フリーなので、ワドさんを好きになりかけてます。ありがとう、マルーンさん。
配信者さんとリスナーさんが付き合うことってあるのかな。あ、ちょっと母さんが咳込んでるから母さんの様子見てくる。ただいま。母さん大丈夫だって言ってた。うん、ちょっと心配だな。みんなはどんな男の人がタイプなの？心が壊れたよ。アグリーン、どうしたの？何かあったの？心が壊れた。配信者とリスナーは付き合えるらしい。配信者同士ならリスワン狙いの旅に付き合って別れる。そういうのがあるんだね。多分お金が欲しいんだね。優しくてイケメンで引っ張ってくれる人がいいな。強引な人が好きなんだね。台本ってのがあるの？イケメンに恋をすると火傷しちゃうね。アグリンは火傷したの？女の人が言うイケメンってどういう人なんだろう。初見さんいらっしゃい。楽しんでて。氷河くれないさん？なんて読むんだろう。読み方を教えてください。イケメンってどんな人なんだろう。池上さんしか思い浮かばないな。そうですよ、機械読みだと氷河紅になってしまう。氷河くれないさんでいいのかな。よろしくお願いします。ワド君みたいな人だよ。ありがとう。イケメンはイケメンってなんだろうね。なんか魅力的だよ。アグリンさんは配信者で言うとどんな男性がイケメンだと思うか教えて。イケメンの池は池上の池って言ってた。誰かが言ってた。自称自覚イケメンは大変ですね。お金のある非イケメンも大変ですね。
でも僕が思うに、女の人が言うイケメンっていうのは顔じゃないと思うんだ。女性に優しくできるとか、何かを一生懸命追いかけてるとか、そういう男の人が好きなんだと思う。猛獣使いみたいな人だよ。アグリンは猛獣になりたいの？アグリンの好きな人はどんな人なんだろう。きっと素敵な男性なんだろうね。和田くんに質問来てほしいな。もっと知りたい。もちさんは僕のこともっと知りたいの？何でも答えるよ。僕もいっぱいいっぱい質問が来ると嬉しいな。アグリンは明日、滝でも浴びてくるよ。煩悩がすごいんだ。ワド君またね。アグリン、また明日、待ってるよ。おやすみ。トム・ソーヤとケイオン、ワッフル以外は、ヒントと秘密が多いから。そんなことないけどな。ヒント？うん、何でも話すよ。もうすぐクリスマスだね。サンタさんはいると思う？うん、トモさん、サンタさんはいるよ。世界中の子供にプレゼントを届けるんだよ。僕はサンタさんを本当に尊敬しているよ。サンタさんはきっと優しい人なんだと思う。今年から僕のところにサンタさんは来ない。うん、今年からサンタさんにお願い事をするのは変えたんだ。今年はサンタさんが欲しいものをサンタさんにプレゼントしようと思っている。サンタさんはいつも子供たちに夢を与えて、僕にも何年も何年もプレゼントをしてくれたから、今年からはサンタさんが欲しいものをサンタさんに届けるんだ。
配信って難しいな。サンタさんの欲しいものって何？サンタさんはきっと子供たちを喜ばせたいって言うと思う。だから毎年毎年忙しいんだよ。サンタさんは多分配るのが嬉しいんだと思う。子供たちの夢を叶えたいんだと思う。だから僕もいつかサンタさんみたいになりたいな。うん。いつかサンタさんにもワッフルを食べてもらうんだ。サンタさんはきっと素敵な笑顔のおじさんなんだと思う。どんな顔なんだろう。きっと子供たちが喜ぶようなとっても優しい人なんだと思う。優しくて多分優しい人なんだと思うよ。きっとそうに違いないよ。どうしよう。このままあと一時間半ぐらい放送をしようか、もう寝ようか迷っている。みんなはどんな気分だい？もう寝て、夢を見て、ぐっすり眠るか。クリスマスケーキは作るよ。もちろんだよ。クリスマスケーキは、僕が作る。お化け見たことある？お化けは見たこと、ないよ。僕はそうだな。まだ眠くはないけど、いろいろあるんだ。うん。カルンさんの夢で会えたらいいな。カルンさんも僕の夢に出てきてくれる？うん。あんまり言いづらいんだけど、着地点が見えないんだ。でも、あえて続けるっていう方法も僕はあると思う。
続けることに意義があるような気もする。うん、やっぱり僕も配信者だから、アイテムが飛ばなかったり、閲覧が安定すると不安になるんだよ。いろいろあって仕方ないなら、いろいろあって忙しいなら仕方ないかなって思う。うん。でも、もう少し頑張ってみる。たまにあるんだ。僕は一体、どこに向かってるんだろう。このまま、うわぁ、ありがとう。花火、こんなにもらえるなんて、本当にありがとう。うん、僕、頑張るね。ワド君の声がもっと聞きたいな。わかった。トモさん、頑張る。モチさん、僕が考えるに、設定の問題じゃないと思う。もっと根本的な問題なんだと僕は思う。多分いつか来るよ。多分みんなな、僕の予想なんだけど、決めつけで外れ枠だと思ってるんだよ。じわじわ来ると思ってるよ。まだ気がついていないだけなんだよ。ありがとう、氷河くれないさん。たくさん見て。何が来るんですか？うん、まだ見ぬ何かが僕は来ると思ってる。何が来るかは、蓋を開けてみないとわからない。それが人生なんだ。そう。いつか気づいてくれると思ってる。マニアックすぎるだけなんだと思ってるよ。まあ、食わず嫌いってやつかな。うん、マルーンさん、実は僕も怖い。実はマルーンさんと同じで僕も怖い。多分マルーンさんよりも僕の方が怖い。でもここにいるみんながいれば乗り越えられるって僕は信じてる。奴らはいきなりやってくる。そんな気がするんだ。まあでも、このまま低空飛行でやっていくのもありなんじゃないかなって。そういうのもありなんじゃないかって。意外とありなんじゃないかって思ってるよ。もちさん、僕もそう思う。2周回ったら危ない。僕はそう思ってるよ。1周目、2周目、3周目はまずい。その前に跳ねないと。配信も難しいけど、コメントも難しいよね。
そういえば、今思いついたんだけど、キツネ枠っていうのがあるらしいよ。これはでも、諸刃の剣な気がするんだ。もし僕が、まだ一回も試したことはないんだ。とても危険な予感がするからやめておこう。僕は今とんでもないことをしようとしていた。危ない。危なかった。多分僕はもう元には戻れないところになってしまう可能性がある。うん、やめておこう。応援してるイケボくんがいて、夜でもリスナー10位なんです。ワドさん、人気者ですごいです。そうなんだ、マルンさん。僕は人気者じゃないよ。チャレンジは大事だよ。みんなは、キツネ枠をやっても、応援をしてくれるんかい。すごく不安だよ。叩かれるんじゃないかって思う。でも何事もチャレンジは大事だっていうカルンさんの意見もわかる。どうしよう。このままひっそりと眠るっていう手もあるんだけど、新しい風を吹かせるためにやるべきかやらないべきか。キツネ枠やった方がいいかな。みんなどう思う？うん、じゃあ一回やってみるね。それじゃあ次枠に行きます。みんな応援してね。次枠でキツネ枠やるね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。